ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でございました。よかった、喋れた。とりあえず。いやいや、ちょっと時間が足りない。本当に。じゃあよろしくお願いします。行きます。はい。さあさあさあ、このブロックでございますけども、ガードナー株式会社から今日はですね、なんと、代表の福山克義さんに来ていただきました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。エブリデイホリデイ真剣にふざける会社のガードナー福山克です、はい、よろしくお願いいたします。いやもう久々にあのスタジオに来ていただきましたけども、はい、ありがとうございます、ねはい、いやいやまずですけども、はい、社長、はい、ちょっとこの真剣にふざける会社ガードナーの号外が私の手元にありますが、はい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 、紺綬褒章を受章されたということで、はい、おめでとうございます。 ありがとうございます。いや今日はね自画自賛していいという自画自賛していい会ですから今日は、うん、そうですすごいですね。もう入るときはドヤ顔してますから、ね、スタジオに入るときからもうドヤ顔がということで反りくり返ってこう入ってくるかなと。いやでもこれはだってもらいたいと思ってももらえる賞じゃないということで、私この紺綬褒章、はい、ちょっと調べてまいりましたけども、はいはい、国の褒章制度の一つで公益のため、はい、私財個人であれば500万そして団体であれば1000万以上を寄付した個人団体に授与されるものだということで、はいはい、天皇陛下から授与されたということで。そうなんですよ、天皇ですよ、天皇すごいですね。これはもうちょっとその平たく言うと、はい、社長どういった賞になるんですか。まずもう世の中 の、 防犯関係なんですよ、はい、要は法務省の管轄なんですよね、はい、一回その例えば刑務所だとか、はい、少年院だとか入られた方が一回外に出てきましたと、はい、その時に仕事がないんですよまず、はい、仕事がないし住むとこもない、はい、お金もないし何もないという状態、はい、で、実際長いことそういうところにいましたので、はい、普通の感覚じゃないんですよね、まあ、まず誰もそうなると思うんですよ、でそういうのを手助けしていらっしゃる会社があって、はい、会社というかね社団法人なんですけど、うん、その社長にすごいこう共感をしたと、はい、まあ、私より福山社長が、はいはいはい、世代を超えた共感が大きくあったんで、はい、これはちょっと何かしよう何かしようと思って、うん、やりますっていう感じでどうぞみたいな感じでやっちゃった。そうですか。勢いでやっちゃったみたいな感じ。それはちなみにそれもう一括でっていうことなんですか。あ、もうそうです一括で、はい、ね、そのガードナーの号外によりますと、はいはいはい、その当時のガードナーの会社の状態としては、はい、あまり良くなかった状態だと。そうですね、3年前は最悪でしたね、はい、もう私もこんな、こんなありみたいな、神様って本当にいるのっていうぐらい、ちょっともう倒産もちょっと見えてたぞというぐらいの業績だった時に、もう来月ないかなっていうか、低空飛行をしてましてね、はい、でそれでこうフラ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 やっていて、でちょっと心理的にもちょっと、うん、おかしいな俺って思ったぐらいなんです、はい、これ以上落ちることはないやろうと思ったんですよ、ね、そうですか、はあ、諦められなかったっていうか、もう会社は手放せないじゃないですか、もうみんな社員もいるし、はい、まあ失敗っちゃ失敗なんですけど、完全に諦めてしまって手放したらもう完全に失敗ですよね、かだから、はい、まあそれはしなかったという、こう下に下がることがあれば、はい、上に上がることもあるし、日はまた昇るし、いやそれで V 字回復をしてとガードナーベルトがもう今すごいことになってるじゃないですか、ね、10万本も売れてと。そうです、ありがとうございます本当に。すごい。でもこれ、まあ、よくいろんな、ね、会社の社長さんとお話僕もしますけど、やっぱり会社の景気が良くなった時にどこかに例えば寄付をしたりとかスポンサードしたりとかサポートするっていうことはよく聞きますけど、悪い時もそういうことをずっと考えて、そうなんですよね、いたんですよね、ですね、すぐ調子に乗っちゃうから、ね、私もうほらすぐ調子に乗っちゃうと、これは DNA ですかね。なんかちょっとその前回そういうお話をちょっと息子さんからも聞きましたけども、もうねやっぱりちゃんと引き継いでくれる嬉しいじゃあなんちゅうかなんちゅうかいやでもこれ授賞式はちなみにどちらで行われたんですか、はい、ですね、福岡の、はい、検察庁の 中でありましたね。そうですか、はいはいはい、でまあ、会社の皆さん、ね、代表されて、まあ、皆さん行って、はい、スーツを着て写真を撮られてますけど、うん、はい、なんかちょっと僕その時にね、はいはい、ちょっとお話を、聞いたんですよ、はいはい、スタッフさんに、はいはい、なんかちょっと社長涙ぐんでたんじゃないかっていう今もう思い出した時も今もう涙が出てる。あ、そうですか、はい、もうまず、うん、
日の丸の国旗がこう飾ってあったんですね、はい、で、あのこの賞状、褒章をいただくときに、うん、日本国天皇がっていうところから始まるんですよ、うん、この2つでうおっと来ちゃってですね。いやまあでもそのまあ愛国心もそうですし、はい、やっぱりこう自分自身がこう今までこうやってきたことっていうのがまたこう実った瞬間でもあったわけですよね、まあ、そうですね、ね、海外に出て行ったから好きになったのかもしれないですね、うん、あもしかしたら逆に、はいはい、まあ、ハワイでは外国の方を対象にその武道を空手を教えてたんですね。もちろんそうです、そうです、そうか、そうです。やっぱりあの海外で出て行って、まあ、一回ヨーロッパ行った時に、はい、その時になんか演奏会があって、うん、ふるさとっていう歌を、あふるさと、はい、うん、なんか演奏してくれたんです、ね、演奏してたんです、はい、もう皆さん号泣です、はあ、本当にもうすごい号泣です。そうですか、はいはいはい、その人たちも私と同じように日の丸に弱い。あいやでもそうですよね。いや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 。さあということで、はい、福山社長には後半もいろんなお話を伺ってまいりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。私がびっくりしました。あなたが来るの？DNA かな。もうちょっと。ガードナー。じゃあ行きましょうかね、はい、さてこのブロックはですね、ガードナー株式会社から社長のですね福山克義さんに、来ていただいていろんなお話を伺っております、紺綬褒章を受章されたということでね、前半はそのお話を伺っておりますけども、会社の借金もあったわけでしょ、うん、はい、はいはいはい、1億5000万ね、よく借りたなっていう1億5000万の借金があって、はい、少しずつまあ会社がこう上向いてきた、はい、その時にまあその寄付をされたということですけども、はい、でも実際にまだ借金がある状態でですね、そうです、ね、そうです。これはでも返せる見込みっていうのがあったわけですか、社長の中には。やっぱりそうですね、やっぱりあの調子に乗ろうって、調子に乗ろう と、いや普通調子に乗るなって言うじゃないですか、うん、僕はいつも調子に乗ろうって言ってるんですよ。いや調子に乗るっていうか、うん、あの僕は一つです自分で自分を褒めたいとかありましてね、はい、そのなんかというと本当に調子に乗れるんですよ。人から褒められたらピヨピヨピヨっていきやすいタイプなんですよ、ね、はあ、でパワーリフティングやってる時そうだったんです。スクワットやっと90キロがやっとっていう時に、うん、周りからうわ福山さんいいかと思ったらやっぱいいわみたいな感じで、うんうん、見えめてって言いながらもう頑張るわけですよ、はい、翌々年には全日本選手権で出てるんですよ僕90キロしか上げない人間が255キロまで。255? はい、そんなすごいです ね、なんかやっぱり人をおだてるっていいですよね。いや、おだてる人とおだてられる人が両方いたらいいんですよ。はぁ、ドラマになります。そう、はいはいはい、じゃあまあ社長としてはやっぱそのおだててくれる人いないとダメですね。実力をやっぱ発揮できてない、はい、そうですそうです。よく言うじゃないですか、なんか私は褒められて育つ人間です、うん、はいはいはい、私もそうですこれはやっぱこう素直に言えるところが社長の魅力ですよね。いやありがとうございます。いやそうです。一番嬉しい言葉って何ですか。社長って優しいですねって言ったら、うん、ますます優しくなりますからねそうやってこう褒めてもらえる環境だったりとか、うん、まあ、会社のスタッフさんも、そうそう、僕もあの会社にお伺いしたことありますけど、はいはい、みんな女性陣が優しいじゃないですか。優しいですよね、ね、うん、優しい。でこう本当にざっくばらんでと言いますか、はいはい、会社を作っていくという上で大切にされてることって何かあるんですか。ですね、一つはもうこれ毎回言ってるんですけど、はい、あのルールは絶対作らないんですよ。え、ルールは作らない、あの規則は作らない。ルールとか規則作らない、作らないです。ですが、はい、ですが、うん、やっぱりその人をコントロールしようと思った時点でもうアウトなんですよ。私はね、コントロールしてもコントロールできないですもん人は。まずでそうじゃなくて、うん、コンテキスト、要は条件を与えてあげる、はい、うん、こうしたらこうなるよ、そしたら20億の、別荘が買えるかもしれないよみたいな、はいはい、それちょっと言い過ぎですよ。いやいや、そういう夢のある話だとか、うん、ということはまあイメージを先にこう作ると、うん、そうそう、自分でもそうですよ。昔サラリーマンしてた時に、はい、上司からいや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 言われて、うん、もう言うこと聞いたこと一回もないですよねでもやっぱなかなかその、まあ、会社の中でルールを設けないって結構勇気がいることじゃないかなと思うんですけど、あ、一つだけルールあります、はい、あの車は絶対アメ車にしか乗ってはいけないそれも色は黒、ちょっとわからないなそれはルールもう白い車で日本車できたらもう出入り禁止です
はい、それで会社に止まってる車がちょっといかつい車が多いわけですね。そうです。それはルールです。ルール。ルールです。これはまあある一定のその、まあ、役職がついてる方々ですか。いやいやもうみんなみんなもうそれダメです。ダメです。真っ黒。真っ黒なアメ車じゃないとダメだろ。ブラック企業にはブラックな車ですよ。いやいやいや、そう、ね、でもね、数字は黒字ですよ。さすが言いたかったんですよ。いや、うまい。これは山田君、1枚持ってきてあげて。すごいな。いや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 、そう、簡単です。そう、はい、いや、うん、そうですか。いろいろでもそのまあ商品の開発もね、はいはい、まあされてたりとか、はい、アイディアというのはどういうふうにこう生まれてくるんですか。アイディアですか、うん、やっぱり遊ぶことですよね。僕はいつもあの社員にあの勉強しなさいって、はい、その勉強の方法は読書と旅ですよってはっきり言ってるんですよね。で、要はそこで出会ったりするじゃないですか、うん、それも遊びなんですよ、うん、でも男は特にあの遊ぶ動物、はい、朝おはようって起きて、うん、お休みっていうまで遊んでんですよね。はある意味仕事してますよっていうのを僕から見たら、うん、やっぱ遊びなんですよ。遊び、まあ、まずまあ旅であっちこっち行って、うん、いろんなものを見ていろんな人に会っていろんなもの食べてってやってたら、はい、いっぱいなんか材料がこうで、うん、ね、集まってくるじゃないですか。でこれとこれをくっつけたらこうなるよみたいなのが、そんなばっかりですよ。そうやってこういろんなものがこう生まれていくわけですね。そんなもんばっかりです、はい、はもうでもやってることはね、切ったり貼ったり縫ったりみたいな。いや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 まあでも本当基本的なところからいろいろ商品が生まれてるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、ね、だからうちもみんなあの社員は出張行け出張行けって言ってるんですよ。で私自身もずっと出張の、うん、あのサラリーマンとか、はい、あの言ってましたからね、うん、動く経費って言われてましたから。動く経費動く経費頑張れって言われて。いやーでもそれはでもね、うん、本当にあの従業員とかスタッフの皆さんにもどんどんとやっぱ出張に行って、 いろんなものをやっぱりこう吸収してこいと。そうですそうです。一時情報、一時情報ですね。自分で行って自分で見て。そうですね、うん、これいい、もう100分は本当に一気っていうところですから。ですね。いやーもうこういうお話をしてたらあっという間に時間が。ありがとう。ちょっとこれもう来月も来ていただいていろんなお話を伺いたいところですけども。ありがとうございます。今日はですねこの紺綬褒章を、受賞されました、はい、ガードナー株式会社社長のですね福山克義さんにお話を伺ってまいりました。社長どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でございました。よかった、喋れた。とりあえずいやいやいや、ちょっと時間が足りないです。本当にちょっと もう一周行かせてもらう。いやいや、本当いやもう1ヶ月ちょっと8月行きましょう。ちょっとこのまま、うん、あの失敗談やったらいっぱい話せますよ。いや、その失敗から学ぶことも多いし、確かに引っ張り出してもらって、はい、そうそう、はいはい、いや、どう？いや、いいと思います。いい？いいと思います。社長、いいですか？あ、いいですよ、全然いいです。またドヤ顔させてくれる。どうぞ。